ゲンタウンでよく遊ぶ方がいいれば教えてほしでですンンタウンで遊ぶそれこそペッツも昔からの付き合いだしユーリーもその僕とあのエクストラージってさっき話したんですけどエクストラージ働いてユーリーがステューシーってお店で働いててお店も近かったっていうので結構昔からつながりあってユーリーペッツは昔からよく遊ぶ仲間だったって感じがしますねどんな遊びをどんな どんな遊びでも、クラブっすね。クラブ遊びが、思うって感じですね。夜遊びしてた仲間がイエンタウンって感じがしますね。